餃子やってきました。これもう昔ながらの餃子。感じですね。そこにママと呼んでいいのかちょっとわからないですけど。失礼します。え、ちょっと待ってください。これ生サーモン生ビール。はい、1軒目ね、ちょっとこちら気になってたここですね、本町の路地裏というかね、ひだ屋さんあったり、中華そば山藤さんあったりで、このままずっとね、まっすぐ行ったら西川緑道公園に突き当たるんですよね。ちょっとね、すごいお買い得なものがね、いろいろあるので、ハイボール190円、ビール290円、ね、ちょっと気になりますね。おすすめ料理、ね、今日のおすすめ料理、ドリンクとかね。でちょっとこちらがメインの、おハイボール190円、安いですね。その他にも日本酒とか、ウイスキーとか、その地酒で、ね、おお、はいはい、こんな感じです。でこちらが串カツ専門なんですね。どうしようかな、串カツ盛り、ホルモン、どうしようかな。ですね、このブラックニッカのハイボール、ハイボールがおすすめ、はい、ハイボールです。お店の雰囲気がこんな感じでね、この岡山県産の果実酒、白桃とかね、マスカット、ペオネ、ね、売りなんですかね。テーブル席とかも、こんな感じですね。一人飲みの人もこういうテーブル席、スペースがあるテーブル席になってますね。ちょっとこんな感じですけど、簡易的な感じになってます。早速ね、200円なんですけど、ね、大きいです。で、これと一緒に、ヘルシーなので、ね、罪悪感なくいただけるネタかなと思います。非常に、ね、シンプルなこの冷ややっこなんですけどね、このまだネギとね、かつお節がまだいいんですよね。お客様来ました。酒の味ですね。すいません、お会計です。で、先ほどのね、お会計が、なんか結構取られたのかなと思ったんですけど、820円ですね。これ税込みが820円ですよね。やっぱりそのハイボールの力が強いですね。その他200円とか、冷ややっこ200円、しめさば480円、だから食べ物でその分取ってるっていうような
感じかなと思います。ちょっとね、なんかね、次のとこ行ってみましょう。でちょっとね、あの割高なお店にも行ってみようかな。割高なというか、まあ、座れるかな、いいかな。でも多いな。ここ行きたかったんですよね。ちょっと満席なようですね。ここの王将ちょっと特殊なんですよね。豚肉1日7000キロ。ちょっとここでも一杯飲むかな。あ、でもまあこれ380円だよね。生卵1日5万。まあちょっとバタバタしましたけど。あー、餃子いいね。これはあと通常メニューがあるんですけど、あ、やっぱりあの飲み屋街の王将さんだけにこのチューハイとかね、いろいろとあのありますね。やっぱり飲み放題メニューあったんですけどね、なくなってますね。あ、でもこっちか。カチカチレモンチューハイにしようかな。と、餃子。一人前にしとこうか。すいません。餃子1人前と、餃子が1つ、あとはこのカチカチレモンチューハイください。はい、カチカチが1つ、はい、以上で来ました。これがね、あの駅前の餃子王将さんの限定メニューですね。前本当に飲み放題あったんですけど、やっぱりこういうご時世なのでね、多分これ女性とかすごいいいかなと思います。氷の代わりにあのカチカチに冷えたレモンを入れてるっていうことを今気づきました。なるほど、薄まっても薄まらないってことですね、水とかで。餃子やってきました。これも昔ながらの餃子ね。餃子と、あ、餃子の王将といえばもう餃子ですよね。はい、大きいですね、こう見るとね。まあ結構満足度高いですね、やっぱ餃子食べるとね。270円ぐらいで、まあ、これニラとか、まあ、ニンニクとかその匂いがするのがない餃子もね販売してるので。で気になるお会計なんですけど、704円ですね。704円でした。はい、で続いてはね、あのこの路面電車が通ってる電車通り、まあ、桃太郎大通りですねのとこにある、まあ、あの交番、西川橋交番かな、交番があるんですけど、西川橋に。でその前に餃子屋さんができた、あるのでちょっと行こうかなと思います。焼き餃子ありますね。じゃあちょっとこれをね頼んでみようかなと。もう許可もらいましたんで、あります。あ、失礼します。どうしようかな。ハイボール一つもらっていいですか。ハイボールとちょっとこのオリジナル焼き餃子が気になったんで、はい、これも一つ、ニンニクありのショートありで、はい、お願いします。今日はちょっとね、あの簡単な感じにしましたけど、本当にあの水餃子
あったり、なんかいろんな餃子がありますね。でお飲み物もこんな感じで。はい、ありがとうございます。ハイボール、はい、それです。あの掃除したりとか、はい。あ、本当ですか。ちょっとまた行きますね。はい。ですね。お会計700円ぐらいでした。でもね、さっきのね餃子めちゃめちゃ美味しかったです。中のねキャベツがなんだろうな、歯応えがあるっていうか、僕は結構好きな場所かなと思います。なんかチーズ餃子あったりとかね、なんか結構いろんなジャンルがあって、じゃあ次行きましょう。はい、まあでも結構ねいい感じに、酔ってきました。まあでもこれぐらいのテンションになるとなんかちょっとね大人な場所に行きたいなという、感じになるんですけど、カフェ&バーね、ちょっと飲み放題90分3000円、ちょっとスナックみたいなプランなんですけど、まあなんかいろいろね面白いフードメニュー、ね、もう外観的にもかなりおしゃれな雰囲気で、ちょっとね入っていきましょう。おお、こうなんかちょっとおしゃれな感じですね。そこにママと呼んでいいのかちょっとわからないですけど、失礼します。表の3000円コース以外にも普通に、まあ、一応まああれが基本なんですけど、まあ、1杯とかだったら、あ、なるほど、もうあ、それどなたでも、そうですね、あ、チャージがあって1000円って方々で、でドリンク代、ドリンクは、あ、これですね、はい、そう、体験コースみたいな感じですね。もともと飲み屋やられてたんですか。そうですね。ああ、そうなんです。やっぱりそんな感じで。いや、店が自体はもう5年ぐらいです。おー、なるほど。こことその飲み屋街の方で、あー、なるほど。ここにはいなかったんですけど、もう飲み屋街のがここに、飲み屋街のお店がここに系列でみたいな感じで。そうです、そうです。で逆にもう向こうを閉めたんで。あー、なるほど。向こうも厳しいですもんね。結構ね、なんかランチ昼やってて、おそこチャージがあってですか。いや、そこはもうチャージなしです。昼は感じの雰囲気、おしゃれな感じの雰囲気の中にもうなんか大衆食堂にあるような、それはいつも昼は表に出してて、
え、ちょっと待ってください、これ生サーモン、生ビ、白身魚、なんか日替わりのネタ入れて1000円っていうのがあるんですか。で、それが一応まあ売りっていうか。あ、ちょっと待って、今度来させてください。ぜひぜひぜひ。え、そんな感じなんですか。結構穴場じゃないですか。ねえ、いやで、こういう雰囲気だから入りにくいなと思って、その看板作ったりする。あ、うまいなうまいね。それがあったらまだ入りやすいかなみたいな。このほかも すごい、これがテイクアウトですか。そうです、お弁当です。でもなんか本当におしゃれな感じでございます。これ色も変わるんですよ、なんか。お、 LED。 そう、でもチカチカする。あ、まあそうですよね、なんか落ち着かないですよね。まあちょっと今は雰囲気に合わせてこのシャンデリアとこのね色がマッチするような感じで。早速来ました、なんかフラットジントニックがおしゃれな、ね、一番あのバーとかで売り上げというか出てる、ランキング的にはジントニックが結構出てるらしいです。ないな、まさかあの中央町行かなくてもここで普通にそういう雰囲気というか、あのね、このシャンデリアがすごい綺麗な全然気づかなかった、すごくあったの。そうですよね。失礼します。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけでね、まあ、こんなとこにね、まあ、バーというか、こう変わったね、お店があるとは思わなかった。向こうの方よりかはかなり割安というかね、感じです。まあ、最後の締めぐらい、こういうとこもいいのかなと思いますね。で、まあ、昼間ちょっとまた、行ってみようかなと思います。なんか海鮮丼がね、めちゃめちゃ安いというね、1000円で、まあ、いろいろね、お味噌汁、お漬物ついてっていうことなので、はい。というわけでね、今日はこんな感じで。まあ、最後ね、ちょっと割高になってしまいましたけど、まあ、センベロプランというか、まあ、だいぶね、あの1000円で飲めるお店も、普通に行けばあると、まあ、橋酒酒ですね、はい、ありがとうございました。それではまた。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。